はい、どうも、うみです。本日も謎解き見える子ちゃん続きからやっていこうと思います。はい、今日も元気に見える子ちゃんゲームやっていきましょう。もう元気出るようなゲームじゃないけど、はい、スタート怖いからね。どうにか今日も一日乗り切ったな。あ、このままじゃ髪が濡れちゃう。お、お風呂、入浴シーン、もうやばい。入浴シーンやばい。こんなになんか、なんだろう、色気はあるんだけど、見える子ちゃん自体はね。なんか、怖いやつある？あれ、なんていう問題だった？ちょっと待って。見える子ちゃんをタップすればいいのかな？はいはいはい。いや、怖すぎ。お風呂にもそんなついてくるの？髪結んどこ。本当に疲れた。うん、そうだよね。もう毎日本当お疲れだよ、見える子ちゃん。もうね、お風呂ぐらいゆっくり休んでって言いたいところなんだけど、まずいことになってます。ふぅ、これでゆったりできる。ん？お風呂に何かいる？いますね。お風呂の中にも、お風呂の外にも、なんか、いろいろ。あ、キュート。こいつ何なの？人間？これは。はい。はいはい、な、消えちゃったけど。よかった、何もいなかった。ちょっと疲れてるのかも。あ、本当にこれはじゃあ幻覚だったのかな。あ、それだったらよかった。はい。でもね、外にはもう絶対あれ幻覚じゃないよね、さすがに。ん？お風呂の端に何かいる？はい。はい、います。います、います、います。あ！あー、立った！立った！立った！お化けが立ったなんで立ったの？お風呂はダメ。お願い。やばい。怖い、怖い。お風呂はやめて。いや、そうだよね。休まるところマジでないじゃん、みえる子ちゃん。こんなストレスで死んじゃうって。え、取った？待って、本当に無理。怖い、怖い、怖い。誰か助けて。あが、これは人間だよね、人影的に。あ、弟かなんかいるのかな？はいはい。もう、ちゃんとね、大事な男隠してくれてる。あ、京介だ。なんとかごまかせるかも。背中流してあげる。助かった。あ、いいんだ。普通に弟がお風呂に入ってくることはいいんだね。弟だよね？はい。いい、イケメンな弟じゃん。今日は本当によく見える日だ。うわー、怖っ。これ怖くない？普通にマジでこれ。なんなの？なんか、うわー、でかー。めちゃでかかった、この大きなやつ。うん、大きすぎる。思ったより大きかった、マジで。はい。気づかないふりすれば大丈夫、大丈夫。それにしてもお腹空いた。今日のご飯は。お母様は何持ってるの、その黒いポット。何？あ、今日の、あ、これは関係ないのか。あ、今日のご飯、あ、ハンバーグ。めちゃんこ美味しそう、ハンバーグ。ケチャップ付き、目玉焼きも乗ってる。あ、もう、何？お店のハンバーグじゃん、これ。もう盛り付け方が。すげえ、ママ。今日は包み焼きハンバーグだ。京介が嬉しそうにしてる。包み焼きハンバーグか。めちゃくちゃいいな。うまそう。あれ？お母さんの分のハンバーグがない？お母さん、お父さんの分もなくない？なんで親子揃ってな、いいの？あ、お母さんはこのお茶？え、お茶だけで足りるの？絶対足りないでしょ、食べて。そうだ、お母さんは今野菜ジュースでダイエット中だったんだ。あー、そう、野菜ジュース。でもこれだけ、これだけでご飯、足りないって。壊さない体。でも野菜だから、健康にはいいんだろうけど。みんなでご飯、懐かしいな。懐かしい、はい、懐かしい。え、パピー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 が光り輝いた。え、パピー死んでる？お父さん、見守っててくれてるのかな。後で仏壇に行ってプリンお供えしよう。かわいい。プリンお供えするのかわいいな。お父さん。まさかのお父さんいない人だったの？うわ、ちょっとそれ意外な展開すぎて、なんか、ぐっと来たんだけど。うわー。見える子ちゃんにしか見えないってことだよね。今日も楽しかったな。明日も学校だし、早く寝よう。なんか光ってて、なかなか寝れないな。なんか光って、いやー、人影がいるの怖すぎる、これ。これ怖い。光消えた、通知が。はい。スマホにメッセージが届いて通知が来ていた。今日は眠いから電源消しとこう。うん、そうだね。多分、あれ、花ちゃんじゃない？花ちゃんからの連絡。はい。なんか視線を感じる。いや、いるんだよ。だってか、見える子ちゃん、なんか寝方、その、どうなってんだろう、これ、体。めっちゃケツ突き出して寝てる？なんかすごいね、形が、ここにどう膨らんでるんだろう。覗き込んでる。カーテンから覗き込んでます、お化けが。
窓に何かいる、うん、いますね。なんでお化けなら正々堂々中から入ってね覗けばいいのに、な意外とシャイなお化けですね、カーテンから覗くっていう、はい。あれ、でも中には入ってこれないっぽい。部屋の隅に、部屋の角に置いたあれのおかげかな。あ、なるほど、なんかちゃんとお清め、あ、塩、盛り塩効果あるじゃん、これで入ってこれなくなってるんだ。あ、すごい。いいね。盛り塩効果抜群。盛り塩、効果あるんだ。これで安心して寝られる。いや、一筋縄ではいかなそう。あれ、やけに盛り上がって。あ、やっぱり！え、おかしいよね。これ絶対ケツ突き出してるもんね。こんな寝方。うわーい！なんかこっち見てる。うわーい！盛り塩効果ないじゃん。明日ず、じゅずかお。じゅずかお。もうね、言いにくいですね。いやー、怖い。全然意味なかったね。中に入られてるって、布団の中に。今日は花、ゆりあちゃんと遊園地にやってきた。遊園地久しぶりだな。ここってジェットコースターが人気なんだっけ？ジェットコースター、あー、遊園地。え、こんなとこにもいるの？どこにでもいるね、ほんと。え、ジェットコースターになんか、うん、お化けが2体ほどお化けがいますね。乗ってる、楽しんでるお化けが。あれってもしかして、うん、今日はジェットコースターやめとこう。うん、やめときましょう。なんならもう、遊園地せっかく来たからね、楽しみたいけどね。なんでお化けも楽しんじゃう系なの？ジェットコースターとか。ジェットコースターがダメそうだから、やっぱりあれかな。景色も楽しめて結構楽しいんだよね。多分観覧車ですね。なんかこっち見てるじゃん、男の子。これ怪しすぎ？いや、ですよね。ですよね。絶対なんか見てるもん、こっち。観覧車ね、もうなんか変なものが乗っている。まあ変なと、ね、この観覧車さ、乗りたいけどさ、もう変なのが乗ってたら違うね、観覧車の台でも。もう乗りたくなくなっちゃうよね。はい。いるかもって思っちゃうから。観覧車もダメか。あれもなんか乗ってない？もう全部絶滅。もう全滅。もうこの遊園地全滅ですよ。はい。あ、でも、あ、これはちゃんと男の子じゃない？はい。ただのお面だったんだ。光栄お面してんな、子供。よくそんなの買ったね。せっかくだし、みんなで乗って楽しもう。あ、これは乗れたのかな？あ、ああ、まだあるか。なんだかんだいろいろ回ったな。ちょっとお腹空いてきちゃった。あの人が食べてるの美味しそうだな。あの人、あ、チュロス、大丈夫。花ちゃんの服めっちゃ可愛いね。今気づいたけど、めっちゃ可愛い。あ、チュロス普通ですね。これは。これ普通のあれ？いや、絶対チュロスなんだけど、多分私ちょっと話す位置がずれてた。はいはいはい。ちょっとでもね、ずれると多分これ判定してくれない。厳しいゲームだ。チュロス美味しい。そろそろいい時間だし帰ろうかな。化け物も多かったけど楽しかったな。ああ、よかった。もう楽しめたならよかった、ミエルコちゃんが。ね、少しでも、ほんとね、もうどこもね、どこに行ってもこんな怖い思いするからね。はい、ネクスト。今日は花、ユリアちゃんと海に来た。この時期の海って結構出そうだから嫌だな。あれとか明らかにそうだし。あれ、ああ、サメがいる。サメ。なんかお化けじゃなくて普通にやばいのもいるよ。ああ、手がたくさん。え、なにこれ、なんかさ、海でさ、死んだ人の霊とかじゃないの？もしかして。怖っ。はい、星5。いや、ミエルコちゃん、頑張って、私助けるから。増えた。まあ結構先にあるみたいだし、大丈夫かな。とりあえず、海楽しもう。こんなの見えてたら楽しみたくても楽しめないよね、なかなか。とりあえず海の家で借りたボールで遊ぼう。ボールは、かわいい。みんな水着ビキニ着れる体いいな。あ、ボールあったよ。ユリアちゃんが持ってます。かわいい。ユリアちゃんめちゃくちゃかわいい。癒しだ。ユリアちゃんが浮き輪代わりにしていた。なんかかわいい。かわいい。ユリアちゃんめっちゃかわいい。ツインテなのもいいね。そういえば花はどこに行ったんだろう。多分またお腹空かせて何か買いに行ったのかも。ユリアちゃんも微妙に霊感はあるんだよね、確か。だけどここまでは見えないみたいな感じだったよね。はい。あれこれ花ちゃん？花ちゃんか。なんかちょっと前髪変えた？ピンで留めてる？あ、やっぱ人違いか。違うよね。髪型。あ、眉毛か。あれ。ピン止めかと思った。あ、花。あれ？違う。人違いか。はいはいはい。え、花ちゃんどこ行ったの？
まあそのうち帰ってくるか。なんか黒いヒレみたいなのが近づいてきてるけど、あれって、あ、待って、わかったよ。これが花ちゃんじゃない？もしかして。やっぱそうだ。これサメの浮き輪か、さすがに。サメ取ったどうしたのかと思った。花ちゃん強すぎでしょ、それだったら。やばい。あ、花だった。いたずらでよかった。こういうのもやめてほしい。そうね、もう見える子ちゃんからしたらね、もうたまたもんじゃないね。お化けもいるし、なんならサメにも怯えなきゃいけないってなったら、もうね、普通に生きていけないよ、見える子ちゃん。